クレムニツァは、スロバキアのバンスカービストリツァ県ジあるナフフロン郡の都市。中世以降、金鉱山の町として栄えた。クレムニツァ市街地、バンスカービストリツァの西方、約20キロ、中央スロバキアの火山帯である、クレムニツァ山地の東側山麓に位置する。市街は、標高550メートルのフロン川の支流、クレムニツキーポトク川の谷沿いに広がっており、 地域面積は43.13平方キロメートルである。春にはしばしば雪解け水によるクレムニツキーポトク川の氾濫に見舞われることがある。市内に摂氏36度の泉源を持つ温泉保養地として知られる。中世以降、金を産出する鉱山の町として栄えたが、最後の鉱山が1970年に閉山し、現在は、 金の採掘は行っていない。市街地中心部は13世紀から15世紀にかけて建てられたクレムニザ市場で中世の城郭都市の姿を今に伝えている。中心部にはバロック様式の記念碑が立つ中央広場がある。ゴシック様式の聖カタリーナ教会には1885年製のパイプオルガンがあり、1996年以降、毎年夏に 各国の演奏家を招いた、クレムニツァ城国際オルガン祭が開かれている。また、ヨーロッパの喜劇芝居や大道芸などが一堂に会する国際パフォーマンスフェスティバル、クレムニツァギャグの開催都市としても知られている。市街地にはこのほかスロバキア国立銀行が運営するスロバキア最古の博物館の一つ、クレムニツァ貨幣メダル博物館などがある。 15世紀に改作された延長20キロに及ぶ用水路は現在も使用されており、3カ所の水力発電所に水を供給している。市街地の周囲は山岳地帯で森林に囲まれており、ハイキングやクロスカントリースキーなどの場として親しまれている。企業はクレムニザカ兵鋳造所国有会社やベントナイト採掘を行っている。 クレムニツァ鉱山企業体有限責任会社などが立地。ジアルナフフロン、マルチン国道及び国鉄ズボレンウルート機線が通っている。クレムニツァ貨幣鋳造所、クレムニツァ山地の近郊床では9世紀から露天掘りで採掘が始まり、後校内掘りも始まった。13世紀にモンゴル帝国軍のハンガリー侵攻で被害を受けたことから、ハンガリー王国は、 高山復興のため、ドイツ人を入植させた。1328年に、ハンガリー国王カーロイン一世が、自治都市権限を与え、1335年には、クレムニザァカ兵鋳造所で、フローリン金貨としても知られる金貨、クレムニザァドカとの鋳造が始まった。クレムニザァドカとは、金の高純度差が評価され、国際的な商業取引に広く利用された。 1331年には、ハンガリー王国の鉱山及び貨幣鋳造所を所管する最高位伯爵の位置となり、在クレムニツァの伯爵が、ハンガリー王国内12カ所のすべての鉱山及び貨幣鋳造所を管理した。14世紀末には金及び銀の産出量の増加で、北部ハンガリーで最も大きな鉱山都市に発展。15世紀には、 ブダに次ぐハンガリー2番目の重要都市として、ブダが外国勢力に占拠された場合のハンガリー王国の国会移転地に指定された。クレムニツァにおける金生産と貨幣中造は14世紀から15世紀にかけてピークを迎えた。バンスカー・ビストリツァなど他の6鉱山都市と共に宗教改革の拠点都市にもなり、16世紀には宗教的金メダルの生産が、 盛んになった。しかしこの頃から、行動の深度化に伴って、校内産業環境が悪化。地下水の輸出に妨げられ、縦港の延伸も困難になり、次第に、鉱山維持のコストが経営を圧迫し始めた。金鉱山の創業は、チェコスロバキアとなった20世紀まで続けられたが、社会主義時代の1970年に閉山した。クレムニツァ市場、 クレムニツァ市場は14世紀前半から白爵の巨城として使われた。城下の市街地は二重の城壁と要塞等によって防護された城郭都市を形成しており、中央において最もよく保存された城塞の例として知られている。14世紀には防衛的要素に加えて宗教的要素が強まり、市場は地方行政の中心としての機能を持つようになった。 15世紀の終わりには、白爵の邸宅が別に建てられ城から移転し、木内の白爵の居室跡には、聖カタリーナ教会が建てられた。教会は1560年の火災で大きな被害を受けたが、再建造され、1885年に時計塔を備えたシンゴシック様式の建物が完成した。内部には、パイプオルガンが設けられ、音響効果の良さで、 高い評価を受けている。クレムニザの人口は5558人である。2001年における民族構成は、スロバキア人95.8%、ドイツ人1.2%、チェコ人0.88%、ロマ人0.86%、ハンガリー人0.33%、ウクライナ人0.03%である。宗教構成は、 ローマカトリック64.89%、無宗教22.62%、プロテスタント5.84%、ギリシャカトリック0.46%である。ありがとうございます。